どうもこんにちは。はい、最近ちょこちょこ問い合わせがあるっていうか、過去から遡ったら結構多い質問があったので、今日はねそれを、動画にしていきたいと思います。今回質問があったというか、まあ結構ちょこちょこある質問が、A フレームにしてほしい、 I フレーム、僕らのところは1本なんですけど、これを A フレームでできひんのかという問い合わせで、でなんでですかって聞いたら、まあ輸入メーカーさんの方から A フレームの方がもう強度が高いですからということで、 A フレームでできないかっていうことで、今日はそのことに関して回答させていただきます。まずもって認識が間違ってます。1本より3本の方がでも確かに強度は高いです。これはですね、棒って一本の状態でこういうふうにたわんだり、こういうふうにたわんだり、これは鉄の性質上、あることなので、それを3本で支持するってことは、まあ、この3本がこうなる方がそれは硬いですから強度が上がるっていうのは、これはまあ間違ってないかなというふうに思います。で続いて2番目なんですけど、ただですね、ただしかしです。これって、後軸荷重、前軸荷重、で、ヒッチ荷重ですね、前軸重のが。その後に、荷台オフセットっていうのがあります。で、その後に、後軸荷重にかかる、重量分配がどうなってるのか、重量分布ですね、どうなってるのか、ここがまあ、一番の鍵なんです。なので、後軸に、一番後軸にタイヤがあった場合はフロント軸にかかるわけですから、当然1本で弱いというのは話が成り立ちます。ですけども、大体、まあ、軸距っていうんです、まあ、ホイールベースとか、ね、軸距っていうんですけど、これが寄れば寄るほど実はフロント荷重にはそこまでの荷重かからないです。なので 10% 未満って決まってるので、この 10% の割合に対して1本フレームでどの部位を溶接してどのパイプをチョイスしたらこれだけの強度が出ますっていうのは出てくるんですね。で、トングと僕らは呼んでるんですけど、そもそもあれは A フレームは A の形してるから A フレームではないってことです。それはあのきちんと理解された方がいいかなと思いました。A の形してるから A フレームって言ってる人めっちゃ多いんですけど、そんなの全然違ってて、A フレームっていうのは車両を作る際にね、車枠にアルファベットを打つんですよ。それを運輸局に出すんですね。でこの A っていうのがヒッチがついてるところを指してることが多いんで、運輸局の人も A フレームって言います。1本であっても A フレームとかトングっていうふうにね言ったりします。でアルファベット順に言ってるんで、 A フレームって言えば1本であろうが3本であろうが5本であろうが A フレームなんですよ。連結されていれば溶接でね、まあ、そういうことであれを A フレームって言ってるんで、3本じゃないと強度が出えへんとか1本は弱いとか、それも全然違ってて、適切なホイールベースに対して前にかかる重量の10倍以上は1本でも取れてるんで、これに関しては3本にする必要が全くないです。逆に3本にすると前側に荷重がいってしまうので、できる制約が減ってしまいます。なので僕らが2本を今度チョイスすることがあるとしたら、この人は今後エアコンを乗せたいという話があるかもしれないなと。そういう話があった時は車枠をいきなり2本にはできないんですね。3本にできないんですよ。その度に設計図を書いて外観図を変更して強度計算書を出してっていう手間があるんですね。なのでであればスタビライザーって言って、まあ、1本のフレーム対して追加でボルトオンでフレームを取り付けることができる方法をうちらは使ってますし提案します。でなんでこのそもそも A フレームじゃないと嫌がっていうと、まあフレームが折れることが結構あると、ひびが入ったりとかクラック入ったりっていう A フレームに起こることが多いんですけど、これに関してはですね、もう荷重バランスがそもそも悪すぎるんですよね。前側にかかりすぎてたり、すると絶対この支持する棒に対してずっとかかっていくので、
その中でねエアコンとか乗したりベッドがこの前側にあったりとかするとそれは負担かかるのでこれは1本でも3本でも折れるよっていう、話です。じゃあこれをどう解決したらいいんだってなるとホイールベースを触るしかないんですよ。本当にホイールベースを触って前側を軽くするっていうことはもうこの箱が出来上がってます、荷物は載せてます、何変えれんのってなったらもうホイールベースぐらいしか触れない。あと、ヒッチボールの高さを上に上げることで荷重を下に流す、後端に流すっていうようなやり方とかですね、まあ、そういう方法しかないと。でそもそも日本自体がトレーラーの文化っていうのは、1978年か72年か忘れたんですけど、一番古いトレーラーあるよりも歴史は海外の方が古いので、車両も全く違えば何もかもが違います。だから日本車にヒッチメンバーを取り付けてもなんか安心感ないっていうのはすごくわかるんですよ。今の車とかは別にしたとしてもやっぱりこのラダーが曲がったりとかそういうのも ありましたし、なので海外のキャンピングトレーラーを国産の車に取り付けたら歪みが出るというのはちょっとまあまあ理解できるかなという感じで、実は重量バランスが問題なのであって A フレーム強度上げたとしても逆にね振動吸収ができなくなってボキンと折れることがねやっぱあります。まあそんなことで、A フレームを3本にしたら強度が上がるというのはまあ一部は当たってるんですけど、そもそも A フレームっていう名称が設計上の名称なので A の形をしてるから A フレームというのは全然違うんで、まあそれをちょっと今回動画にさせていただきました。まあ問い合わせがたくさんあってその都度同じことを返すのもあれなんで、まあ動画にした方がまあ早いかなということでそうさせていただきました。まあそんな感じでありがとうございました。